こんにちは、つちのこです。今回は、ジバコマをね入手できるみたいなそれを入手していきましょう。はい、メニューからですね、設定のところに行って、秘密のワードを入力していきます。コロコロ12月号ですね、今回は。じゃあここに入力していきますが、これね、一つのコードにつき一人しかもらえません。なので皆さんもね、コロコロ12月号を買わないとゲットできない仕組みになってます。それじゃあ入力していきますね。よし、入力できました。秘密のワード入力成功。郵便にプレゼント送りました。これはね、情報は柏餅くんからいただいてます。柏餅くん、ありがとね。ということで、お知らせに来てるのかな、郵便来てるかな。秘密のワード特典、みんなからもね人玉来てますね。ちょっとボーナスがあるやつを受け取っておこう。今ちょっと99なんで、ほんとみんなありがとね。とっても助かってます。あられさんとかめちゃくちゃ送ってくれてるよ。みんなありがとう。僕もね、後で全員に送っときます。さあ、秘密のワード特典受け取っていきましょう。ジバコマですね、ゲットしました。中からジバコマが飛び出してきた。にゃんげーやつが来たにゃん。友達になるずら。ジバコマと友達になりました。やったぜ。かわいい。ランク A ですね。ちょっと見てみましょう。プリチーでにゃんげー人玉。強力な人玉を集めて火の玉を作り出す。玉の威力超。おお、結構使えるんじゃない、プレゼントにしては。びっくり。飛び跳ねて、ああ踊ってる、かわいい。さあ、じゃあちょっと使っていきましょうか。せっかくなんでね。ちょっとね、種族ボーナスがないのでだいぶねステータス下がっちゃいますが、これでいってみましょう。今ね、ちょうど星集めやってます。星集めもね、星をいっぱいゲットするとプレゼントがもらえるのでね。じゃあちょっと一つやっていきましょうか。スコア93,500、フィーバータイム2回。なるほど、フィーバータイム2回はね、必殺技を出しちゃダメですよね。で、スコアが高いってことは最後のフィーバータイムに、必殺技をたくさんやっていくといい感じです。今回は、フィーバーにするためにちょっと大きめにね、まったりとやっていきますよ。ボスとかはね、パカ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 やるけど、ちょっと指が疲れちゃうんで、フィーバータイム2回を目指してもごもごとね、大きくしていってます。よいしょ。よし、まず1回目のフィーバーですね。ちょっと HP が相手危ないのでちょっと待ちましょうか。フィーバーは大して与えずに、2回だからね、フィーバータイムね。なのでもう1回ちょっと大きい球を作っていきます。あ、ちょっとやられそうになっちゃった。不死身御前だけはちゃんと使っていきましょう。ちょっとまったりやりすぎたね。さあ、これでフィーバータイムいきますね。じゃあフィーバータイムでここで使っていきましょう。攻撃力アップしてからにゃんげー人玉。うん、ああなるほど、ヘコキジンと同じ感じですね。これも大きくしてからヘコキジンで倒して、最後にブシニャン。これでね、スコアはもう多分めちゃめちゃ上がったと思います。これやる必要ないでしょう。はい、スコアもね20万超えと。これでね、星全部ゲットできました。うん、
とっても使いやすいけど、やっぱりね、技レベルが上がんないっていうのがちょっと厳しいかな。必殺の秘伝書がないと、ジバコマとかはね、もう一体ゲットとかできないので、それがちょっと厳しいんじゃないかな。でもね、無課金でやってる人にはそこそこ使えるんじゃないかな。人玉で、相手をね攻撃する系はランキングとかで結構重宝しますからね。じゃあね、最後ガシャやっていきましょう。あんまりないけどね、それでもこんだけ前回からね増えてますんで、じゃあどんどん回していきましょう。はい、ぐるんと演出なし、横取り、青コイン、ぐるぐる、はい、青青ジミー。普通の色コインは出ないね、ほんと。お、赤きた。さあ煙は紫、花々オレンジコイン、さあ来いダルダルマ。次赤コイン、もう期待しなくなっちゃったね、色コインはねはいはい、赤なめ。めっちゃ確率低いんじゃない、あの S とか出るの。色コインは一つ星コイン、一つ星もそんなに期待できないよね。青青かげろうし。さあこっからちょっとドキドキできますね、ドキドキコイン。さあお願いします。まずは赤以上、金コイン、横コイン、あ、え、青ドキドキで青餅出てきちゃった。1ヶ月早いよ餅が出るの。さあラストは五つ星コイン、頼むよ頼むよ、久しぶりの S ランク出てこい、頼む来い。うわー、来た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 、金コイン、中金、中も金、やったいやー出ましたね S ランクね、中からおねむの精が飛び出してきた。おねむの精か、あなたが出してくれたのね、いい夢見せてあげるわ。 S ランクとしてはちょっとランク的には低いのかもしれないけど、 S ランクゲットできました、やった。ちょっとステータス見ていきましょう。うすら影族で、ネムネムドリーム、サボり秒数6、敵をサボらせる。だからやっぱりボス系に、ボス系とか一体で出てくる強い敵に有効ですね。これでね、死神鳥がちょっと必要なくなっちゃいましたね。死神鳥の代わりに入れることになるのかな。こういう風になるのかな、やっぱりね。もうちょっと死神鳥が悲しい感じになってるけど。まあやっぱり S ランクなんでね、スターティングメンバーに入れたいと思います。はい、ということで今回はね、コロコロコミック12月号を購入すると、このね、ちばこまが入所できるよというお知らせ動画でした。おまけのね、ガシャでも S ランク出て、ちょっとね、ご満悦です。ということで、またどんどんね、プニプニの動画も出していこうと思うんで、よかったらね、また次も見てください。それじゃあ、土の子でした。